はい、おじです。さあ今回ね、アクションカメラ、この画質は 1080p です。 1080p の120フレームで撮ってますね。120フレームだからね、どうやって、まあ、どれぐらい滑らかなんだろう。あ、なんか羽広げてるよ、羽広げてる。 あそこのとこね、羽広げてに干してんのかな。面白いなぁ、ほんと羽広げてるよ。ちょっとね、これズーム、どっかね、ズーム機能あると思うけどな、カメラだけかな、ね、ジュディオングになってるよ。見せられてになってる。よーくね、拡大して見てみて思いっきり広げてるよはい、じゃあね、フル HD の120フレームでね、手持ちですね。はい、手で持ってます、直接で歩くんで。で、手ブレ補正はオンになってます ね。空、青空ね、薄い雲があるけど今日天気いいね。さあどうでしょう、120フレーム滑らかに映ってるかな、ね、ぐーんって近づいてみるよ、ね、ほらぐーん、ね、いや平和だね、本当のどかな金曜日、ね、はい、太陽はこっちね。なので今から逆光です、逆光モード、ね、うん、ね、港の水は汚い、落ちたくないね、油だらけでね。どう、どんな感じに映ってるかな、ね、うん、これヤドカリ入ったまま死んじゃってんのかな、ほらね、うん、中身が入ってるヤドカリ、ね、もったいないね、ヤドカリあれかな、漁師が中身食べようかなと思ったら、中身ないじゃんつってバンってしてたのかな、ね、恋あごりいいでしょ、なかなか、ね、カメラ撮影するときって人間の目線ではない角度からね、ポジションから撮るのがいい写真撮るコツだよね。引きつける、うん、思いっきり壁に寄って撮るとかローアングルとかね、なんかそんな基本があったよね。子供たちを見学もあるみたいなね、なんか船乗って魚とか見せてもらってるんだね、ねえ、のどか。さっきからね、あそこの角にいる鳥が気になってしょうがない、ね、
してるのかな、子供たちを乗っけてる場所が、わいいな、羨ましいな、お尻乗りたいな、ね、わいいな羨ましいな、本当自分乗っけてほしいな、ね、楽しそう、すごく さあこんなもんにしようか。じゃあね、120フレーム撮って、普段は60フレームで撮ってるから この辺でいいよね。じゃあ場所変えます。